野口すひろ、野口すひろ、野口としひろ、1971年6月24日体は、千葉県奈良市の市出身の元プロ野球選手、保守、野球指導者、右投げ右打ち。奈良市の校時代は、全国大会には縁がなく、3年夏は、千葉大会準決勝で、押尾県一を要する鳴る投校に敗れ、ベスト4、高校通算11本塁打。 石井義弘監督とヤクルトスワローズのスカウト安田、岳氏が、早稲田大学野球部の先輩後輩の関係であり、ヤクルト入団意志が固いとった球団は手を引き、オフに、ドラフト外でヤクルトスワローズに入団。同期入団の古田敦也に次ぐ2番手保守で、古田が故障で、長期欠場した、際の代役として1994年にレギュラーを、務めた以外は、控えだった。 当時の監督、野村克也に、リード面などを叩き込まれ、自身も毎日試合後に、野村が行う講義を熱心に聞き、右腕が痛くなるほどの音に移すなど、積極的にその技術を取り込もうとした。に自らトレードを志願するも、他に控えが育っておらず、球団に移住された。に、 保守力不足を嘆いていた日本ハムファイターズからの白石則之との交換トレードの申し出に対し、プロ野球脱税事件で宮本信也が出場停止となっていた球団がトレードに応じ、4月6日に日本ハムへ移籍。性保守の田口正則が左膝じ帯を損傷したこともあり、監督の上田理事から高い信頼を受けて5月13日から性保守となり、 監督推薦でオールスターにも初選出された。は、聖保守として130試合出場。5月には、自身2度目のサヨナラアンダを放つ。にはチームが優勝争いする中で、チーム3位、生え抜きではないが、日本ハムの保守として、規定打席到達しての最高の打率。298を残し、シーズンアンダ数も、球団歴代保守、トップ。 ビッグバン打線の恐怖の8番と言われた。同年は、松井和夫と同数のリーグ最多3塁打、11本を放ち、得点圏打率もリーグトップ、盗塁阻止率は、423を記録した。2度目のオールスターゲーム出場を果たした。自身もチームも開幕から、低空飛行を続け、後半には、チーム事情もあり、サネマツ一世の育成を優先し、ポジションを奪われる。 は、星登録ながら、開幕から外野で出場していたが、サネマツの不審に寄りすぐ保守に戻る。しかし、この年も、成績不審に終わる。シーズンオフ、坪井智也とのトレードで阪神タイガースへ移籍。一石初年度のは、矢野テルに次ぐ控え保守として活躍。矢野が、離脱時に先発マスクをかぶり、リーグ優勝に貢献したが、出場機会は激減してしまい成績も大きく、 加工した。は、岡田秋信監督が、矢野で保守を一本化したため、出場機会はさらに減少。オフに、FA 権を行使したが、阪神と2年契約を結んでの残留となった。も正保守の矢野が校長だったために、出番は相変わらず極端に少なかった。翌には、は、若手の加野圭介と新人の清水穂れに押し出される、形で、 開幕に軍スタートとなった。5月に一軍へ昇格し、セパ交流戦時に故障した矢野とカノの穴を埋める、活躍をした。矢野の復帰後は、二軍でコンビを組んでいた、上園博志が先発する試合を中心に、スタメン出場した。打撃好調で、規定打席不足ながら打率、351、出塁率、398を記録した。前半戦は、 上園、岩田実、ライアン・ボーグルソンらが先発する試合でスタメン出場し、矢野が北京五輪代表として離脱中は、正捕手を務めたが、矢野の復帰後は出場機会が減少。同年に再取得した FA 権をオフに行使し、相川良次の FA 遺跡に伴い捕手の補強を目指していた横浜ベイスターズが獲得の意思を表明。プロ生活の最後を、 故郷の関東で過ごしたかったことと合致し、12月4日に2年契約で合意した。は、キャンプ終盤に右肩の剣を断裂してしまい、それを隠したままシーズンインとなった。開幕戦こそスタメン出場だったが、新人の西山田武氏が正捕手に抜擢され、野口は4月後半には控えに回ることとなった。開幕からしばらく、野口、細山殿。 斉藤敏夫の保守三人制が取られていたが、野口は5月14日に二軍落ちとなり、以降一軍最小格はならないままシーズンを終えた。二軍では、代打や、指名打者での出場が多く、保守としては17試合に出場したのみであった。結局この年の一軍出場は17試合のみに、終わった。は、若手の竹山慎吾が、正保守となったため、開幕戦は、 選手登録を外れに軍スタートとなった。6月18日には1軍に上がったが、大打起用のみ、2打数もあんだ。この年もチームが早い段階で再開を独走したため、若手選手が多く起用され、一度もマスクを被ることなく、7月17日には、出場選手登録を抹消。9月15日に、球団より、来期構想に入っていないと通告され、10月4日には、 正式に戦力外通告を受けた。11月10日に12球団合同トライアウト1回目に参加したが、獲得する球団はなく現役引退を決断した。引退後は、東京都内で子供向けの野球教室を運営し、ヘッドコーチを務めるほか、2012年からは J スポーツのメジャーリーグ中継で解説を務めている。2016年には BSTBS や、 タイガーズ AI 制作中継解説、3テレビにも出演することが多い。2017年シーズンから、ヤクルト2軍バッテリーコーチに就任した。2018年は1軍バッテリーコーチを務めたが10月15日に、来期の契約を締結しない旨を通達された。野口獲得の際、当時の阪神の監督、 星の千一は、矢野と同じぐらいの力を持つ星は、いざという時に聞く。金本智明ら有力選手を獲得した中で、野口が一番の補強と語っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。